こんにちは、ゆりです。今回は6月29日に発売される富士フイルム XS20 について富士フイルムさんから先行でお借りして3週間ぐらいじっくり使わせていただいたので使ってみた感想について紹介したいと思います。この XS20 を、一言で一旦説明すると、写真も動画も十分すぎるぐらいのスペックが搭載されたエントリー機としてリリースされたカメラかなと思います。価格とかスペックを考えると、このカメラが本当にエントリー機なのかっていうのはちょっと議論されるところでもあるかなと思うんですけど、今のところ富士フイルムで購入できる一番安いカメラであって、エントリー機だった XS10 の後継機っていうところから分かりやすく今日はそう解釈しようかなと思います。実際にこのカメラが発売されるって聞いた時に、正直な私の第一印象は、ちょっと高いなでした。このカメラの一つ前の世代がこの XS10 っていうカメラだったんですけど、これがだいたいボディだけで13万円前後の価格だったんですね。それがこの XS20 は、かなり進化してるとはいえ、ボディだけで約18万5千円ぐらいと、5万円以上上がってしまったので、すごくびっくりしました。やっぱりどこからも高すぎるっていう意見はすごく聞きます。で、値段だけ聞いて、正直ちょっと敬遠した部分はあったんですけど、実際に使ってみると、それだけの価値は十分あるなっていう風に実感しました。実際に私は初めて買ったカメラが XT20 っていうカメラで、もう6年ぐらい前のものになるんですけど、そこからずっと X シリーズを使っています。で、ずっと使い続けていて、もう確実に機能すごく進化していますし、特にこの XS20 は動画性能がすごく良くって、私 XT5 持ってるので、この XS20 はいらないかなって思ってたんですけれども、動画性能だけのためにこのカメラ欲しいなって思ってしまうぐらいに魅力的でした。もちろん動画はやらないっていう方も、このカメラ写真性能もすごくいいので選択肢として全然ありだなと思いますし、逆にこのカメラを持つと動画やりたくなるんじゃないのかなっていうふうに思います。今回はそんな XS20 について、気になってはいるけれど私みたいに値段で躊躇している方とか、あとは富士フイルムのカメラが気になっていて XS20 が候補になっているっていう方向けに、実際に使ってみてどうだったか、どんなところが魅力でどんな人におすすめなのか、逆にこんなところが気になるっていうようなポイントをユーザー目線でお話ししたいなと思います。まずこの XS20 の特徴をすごくざっくり簡単に説明します。ちなみにすごいどうでもいい話なんですけれども、この XS20 って XS20 っていう風に言ってる方とか、私みたいに XS20 って言ってる方とか結構バラバラだったんですね。で、先日この XS20 の発売記念で開催されたフォトウォークの名古屋のところに私ちょっとゲストで参加させていただいた際に、社員さんにこれ読み方って実際どうなんですかっていう風に聞いたところ、結論としてはどっちでもいいらしいです。どちらも正解らしくって、別に社内で何か決められている呼び名っていうのは特にないらしいです。なので、XS20 でも20でもどっちでもいいらしいんですけれども、基本的に富士フイルムさんの社内では XS20 らしいです。というのも、ちょっと不思議な話なんですけれども、これの一つ前の世代、私が一番最初に買った XT20 っていう T シリーズの2桁版っていうのがあったんですけれども、それも XT10 が出た時は T10 だったんですけど、その後は T20、T30 っていう風に呼ばれてたらしいです。なので今回も XS10 の時は10なんですけど、20の時は割とみんな XS20 っていう風に呼ぶらしいです。私は20っていう言い方に慣れてるので20っていう風に使おうと思うんですけど、実際あんまり細かくは決められてないみたいで、なんか不思議な呼び名だなと思いながら、ちょっと今日は紹介したいと思います。まずはこの外観から紹介したいと思います。見てわかる通りすっごくちっちゃいです。で、私 XT5 も持っていて、これも結構ちっちゃいので、正直そんなに変わんないんじゃないのかなっていう風に思ってたんですけど、実際に実物を見ると、思っていた以上に XT5 よりもちっちゃいなっていうのが分かりました。で、しかも軽いです。 XS20 は重さ 491g で XT5 が 557g なので、本当に若干の差なんですけれども、なんかそう思えないぐらいに XS20 持つと軽っていう風になります。なので動画とか撮るときにこの軽さめちゃくちゃいいなって思いましたし、ちょっと持ち運ぶにしても XT5 でも十分軽いなって思ってたんですけど、やっぱりもう XS20 の軽さ段違いで、これ
めちゃくちゃいいなって思いました。でこの XS20 はただ小さくて軽いだけじゃなくって、もうグリップがすごくしっかりしているので握りやすいんですね。これ XS シリーズの特徴らしいんですけど、まあ、XT5 っていうのはグリップ結構浅くなってるのに対して、この XS20 はすごくグリップが深いのでギュッて持つことができるのでかなり安定します。結構エントリーモデルのカメラって軽くする分、まあ、グリップがなくって持ちづらいっていうことも割とあるんですけれども、ちゃんとグリップを作ってくれているのはすごくいいポイントだなっていうふうに思います。でこれだけ小さくて軽いのにちゃんと手ブレ補正もついていることも魅力的です。私正直もう人よりもなんか手持ちで動画撮るの苦手というか、多分めっちゃブレやすいタイプなんですね。それでも手持ちで撮影したものでも十分使える動画が撮れていました。 XS20 では、まあ、通常の手ブレ補正に加えて IBIS、OIS、プラス DIS っていう、まあ、さらに手ブレ補正を強化したモードっていうのがあるので、それで実際に撮ってみたんですけれども、まあ、確かに若干のブレはどうしても感じてしまうものの、まあ、使い方によっては十分ちゃんと使えるなって実感しました。で他の YouTuber さんのレビューとか見てると、歩きながら撮っていても割と、あと十分そんなに手ブレのないような動画が撮れていたので、十分使えるんじゃないのかなと思います。あと液晶がバリアングルになっています。なので自撮りができます。これ XS10 や XT4 もバリアングルなんですけど、 XT5 は三軸チルトっていう風になってて、こんな感じで自撮りができないんですね。これ正直人によって評価が分かれるポイントなんですけど、実はあの XT4 でバリアングルになった時に、まあ、写真撮る側の人からするとなんかバリアングル使いにくいっていう風に結構言われてたように記憶しています。正直私自身もT3 が三軸チルトで、T4 にバリアングルになった時にすごい使いにくいなって思ってしまいました。それがもしかしたらあったからか、まあ、XT5 は三軸チルトに戻ったのかもしれないんですけれども、動画撮る側っていう風になるとやっぱりバリアングルがすごく便利で、まあ、というかもう自撮りをするのであればやっぱりバリアングルないともう絶対に無理なんですね。なので私は今日動画撮るよっていう日に関しては XT5 を持っていてもあえてもう XT4 を持っていくっていう風にするぐらい、このバリアングルってすごく貴重だなっていう風に思っています。なので、まあ、写真ももちろん動画も撮りたいなっていう気持ちがある方は正直 XT5 よりもこっちの XS20 の方が撮りやすいんじゃないのかなと思います。あと XS10 からの大きな進化がバッテリー持ちです。 XS20 に進化するにあたって XT5 などに搭載されている大容量のバッテリーが使えるようになりました。その関係で撮影可能枚数が XS10 の約325枚から約750枚まで増えました。倍以上撮影できるようになったってすごいですよね。 XS10 はまあ手ブレ補正とかもあってすごくいいカメラなんですけど、その分バッテリーが追いつかないのか、なんかすぐに切れてしまうのが難点っていう風に言われていました。なのでこれはすごくいい進化だなって思います。実際に私もこの XS20 をまあ旅先に持って行って一日中撮影するっていうことを何度かしたんですけれども、バッテリー交換一度もしなかったです。私人よりも多分シャッター回数すごい多いタイプで、しかも写真も動画も結構撮りまくるタイプなんですけれども、それでもバッテリー全然持ってくれたので、これはすごいいい進化だなって思いました。あとはオートフォーカスですね。富士フィルムのオートフォーカスって一昔前は本当にちょっと遅くって、もうオートフォーカスだけ本当になんとかしてくれないのかなって、まあ、昔すごく思ってたんですけど、ここ最近本当に良くなってます。で今回の XS20 にはこの XS10 よりもさらに進化した画像処理エンジンを搭載しているので、オートフォーカスの機能は十分高いです。被写体検出 AF では、まあ、人物だけじゃなくって動物とか鳥とか、まあ、バイクとか自転車とか飛行機とか、なんかいろんなものを自動で検出してくれるので、動き物の写真を撮るという方にはすごくおすすめだと思います。ちょっと私はこの被写体検出のオートフォーカスは使っていないので、なかなかちょっと何とも言えないんですけれども、実際に旅先での撮影で通常のオートフォーカス、まあ、使っていて、もちろんそんなに全然迷うことなく、もうストレスなく撮影をすることができたので、
て、十分使えるなっていうふうに思いました。あとは富士フイルムならではの色の美しさももちろん健在です。富士フイルムにはフィルムシミュレーションっていう色味のデフォルトの設定があるんですけれども、これが本当に優秀で、もう撮ってそのままでもすごく味のある写真やふんわり可愛い色味っていうのを撮ることができます。そのフィルムシミュレーションについては、今までのカメラに入っていた元々の人気のものもたくさん入っていますし、 XT5 から新しく搭載されたノスタルジックネガっていうフィルムシミュレーションも入っているので、これまで以上にいろんな色味の表現ができるようになっています。この色味の魅力についてはもう少し後でも触れたいなと思います。で、あとやっぱり大きく変わったのが、先ほどから何回もお伝えしている通り動画の機能です。動画性能は、正直スペックが高すぎて申し訳ないんですけど、私の知識ではちょっと解説しきれない部分も結構あるので、一般ユーザー目線でいいなとか面白いなっていう風に思う部分をピックアップしてざっくり説明したいと思います。まず大きな変化がダイヤルにある Vlog モードです。今までどのカメラにもなかったモードで、新たにこの XS20 から搭載されました。この Vlog モードにダイヤルを合わせると、画面に Vlog っていう表示が出てくるんですね。それをタップすると、簡単な動画設定が出てきます。セルフタイマーとか顔検出とかブレ防止モードとか、いろいろ出てくるので、ここで自分の好きな設定にすると手軽に動画を撮り始めることができます。で、いろいろ新しい機能あるんですけど、個人的にすごくいいなって思ったのが商品撮影モードです。これはこの Vlog モードから簡単に選ぶことができるんですけど、簡単に言うと前にある商品に対してピントを自動的に合わせてくれるっていう機能になります。これも結構感動して、実際にこの動画が商品撮影モードで撮影した動画なんですけれども、こんな風になんかスッと商品が来るとピントを当ててくれるんですね。もうこれもうすごく気持ちいいんですよね。このピントの合い方はなかなかできないなと思ってちょっと感動しました。私は富士フイルムさんのプリント商品など、商品を紹介するリール動画っていうのを、お仕事で結構作ることがあるんですけれども、これがもうすごい苦労するんですよね。っていうのも、基本的に私は顔を出しせずに一人で、なおかつ自分も映りながら撮影するっていうことがほとんどなので、そうなるとピント合わせがすごい大変なんですね。商品が歪まないようにっていうこともあって、だいたい 50mm 以上の焦点距離のレンズで撮影することが多いんですけれども、そうなるともうカメラとの距離っていうのが結構離れちゃうので、いくらタッチパネルがあったところで触っても届かないので、オートフォーカス合わせることができないんですね。私のやり方以外にも、例えば料理の動画作る方とか、結構そういう方多いんじゃないのかなと思います。状況によっては置きピンとかもできないこともあるんで、例えば顔優先の瞳オートフォーカスとかにしておいて、一回ちょっと自分の顔を出して顔にピントを当てといて、ちょっとそのまま撮影したりみたいな感じで結構苦労してたんですけれども、この商品撮影モードがあるとすごく撮影楽だなって思って、もうこれだけのためにこのカメラ欲しいなぐらいに思ってしまいました。ただこの商品撮影モードはあくまでも前にあるものに対してピントを当てるっていう機能になるので、分かりやすく、こうやって前にあるものに対してピントを当てるのは得意なんですけれども、例えば奥行きのあるものについてはピントが変なところに当たっちゃったりしがちです。実際にこのカメラを使って、2本料理のショート動画を撮ったんですけど、料理って、鍋とかボウルの中とかを映したいっていう風に思うと思うんですけど、結構手前側を映してしまうので、なんか鍋とかボウルの縁とかにピントが当たってしまったりとか、あとピントが結構迷ってしまって、なかなかピントが合わなかったりっていうのが結構ありました。なので、当たり前ではあるんですけど、商品が分かりやすく前にある時以外は、普通に自分でフォーカスを合わせて撮影するっていうやり方は必要かなと思います。私はシチュエーションに合わせてこの商品撮影モードと、普通の動画モードっていうのを切り替えて撮影していて、そんなにストレスなく撮影できたので十分かなと思いました。あと動画性能でいうと 4K60fps にも対応しました。
XS10 は確か 4K30fps までしか撮ることができなくって、で、まあ、やっぱり今って iPhone でも 4K60fps が撮れる時代になっているので、そこをちょっと当たり前に求められることが多いので 4K60fps 対応してくれてよかったなと思いました。でさらに 6.2K にも対応してるということで、まあ、ちょっとそこまで私も今回使えてないんですけど、まあ、将来見据えると動画機能が充実しているのはすごくいいポイントだなと思いました。他にもこの XS20 はなんかプロ用なのかなっていうふうに思うぐらいに、まあ、いろんな動画機能が入っているそうです。で気になる方は、まあ、あの他の YouTuber さん結構動画に詳しい方がその動画に関する解説とかもされているので、ぜひその動画見ていただけたらなと思います。まあ、趣味で動画楽しむっていうぐらいだったら今紹介したあたりの機能で十分なんじゃないのかなと思います。でまあ、スペックとしては正直すごく優秀で、気になるポイントって実はあまりないんですけど、まあ、あえて挙げるとすると、まず防塵防滴機能がついていないことになります。なので雨の日とかあんまり過酷な環境とかは使うことが難しいです。まあ、日中にサクッと撮影するタイプの方であれば問題ないかなと思うんですけれども、なんかネイチャー系の方とかちょっと環境が厳しいところに行かれるっていう方はちょっと注意が必要かなと思います。あと、まあ、これは正直レビューしているのが私だけなので、ちょっと私の使い方の問題なのかもしれないんですけど、結構熱耐性に弱いなって思っちゃいました。私基本的に高温設定を高にした状態で 4K60fps で普段動画を撮ってるんですけれども、外で、まあ、あの撮影しながら楽しんだりだとか、中で、まあ、料理の動画撮ったりだとかっていういろんな使い方をしてたんですけど、割と体感なんですけど、もうこの警告出ちゃうのっていうぐらいちょっと早く熱警告が出ちゃいました。で実際に今さっきこの XS20 を使ってみて、どこまで熱警告できるんだろうなっていうふうに実験してみたところ、15分間撮りっぱなしで熱警告、これでもうちょっとやばいですよっていう警告が出て、まだ撮れる状態で、さすがにそこから12、3分経ったらちょっともう無理ですっていう風になって電源が切れるっていう状態になってました。なので、まあ、撮りっぱなしであれば部屋の中でだいたい約30分弱ぐらいは撮れるかなって思うので、まあ、そんなに問題はないかなとは思うんですけど、なんかどうしても私外とかで撮影するときって写真撮りつつ縦動画も横動画も撮ってみたいな感じで、結構ずっと撮りっぱなしの状態が続いてたので、なんか熱警告出たのかなって思ったりだとか、料理動画を撮ってる時も割と1時間ぐらい、まあもちろん電源つけっぱなしではなかったんですけど、割と画角とか調整するために撮ってはなくても電源つけた状態にしてたので、まあそれがちょっと良くなかったのかなっていうふうに思っちゃいました。なのでまあそんな無理な使い方をしなければ大丈夫かもしれないんですけど、まあそういった使い方をされる方は電源オンオフとかを結構こまめにやったりだとか、なんかそういう熱に対してちょっと弱めっていうのは知っておいた方がいいんじゃないのかなと思います。でざっくりここまでこの XS20 の特徴を話してきたんですけど、ここからは実際にこのカメラを触ってみて思ったこの XS20 がどんな方におすすめなのかっていうところを話していけたらなと思います。ものすごく簡単に話すと、写真も動画も興味があってしっかり楽しみたいけど楽したい人かなっていうふうに私は感じています。特に動画と楽っていうのが個人的にポイントで、このカメラは初心者であってもすごく簡単に素敵な動画を撮ることができるのが一番の魅力なんじゃないのかなと思っています。で動画ってスマホでも十分綺麗に撮れるので、スマホでいいじゃんっていう方も多いと思いますし、まあ、私自身もスマホの動画ってよく撮るんですけど、まあ、やっぱり色味とかボケ感とかが全然違っていて、私はやっぱりカメラで撮る動画がすごく好きなんですね。でもカメラで動画を撮るってどうしてもちょっと難しいことってやっぱりあります。重い機材だけど手ぶれしないように頑張らなきゃいけないとか、まあ、色味を調整するためにグレーディングしなきゃいけないとか、まあ、設定どうしたらいいのかわからないっていう風に、なんか動画始めたばかりの方は余計にこんなことを悩んでしまって、もう動画はスマホでいいじゃんっていう風になってしまうんじゃないのかなと思います。
でもこの XS20 はそういう難しいことをほとんど考えずに簡単に素敵な動画を撮ることができます。で手ブレに関しては、まあ、確かに iPhone ほどの動画を撮ることは難しいんですけれども、まあ、これだけ小型軽量でかつ手ブレ補正もしっかりついているので工夫次第でブレはそこまで気にならないと思います。設定に関してはもちろん動画の基本的なシャッタースピードの仕組みとかそういうのは理解しなきゃいけないものの、まあ、Vlog モードとかを使ったり被写体ケースのオートフォーカス使うことで割とカメラ任せで自分の撮りたいものっていうのを撮ることができると思います。と個人的にすごく推したいのは色味ですね。富士フイルムはフィルムシミュレーションの色味がとにかく優秀で取っ手出しからものすごく色が綺麗です。しかもただ綺麗っていうわけではなくってフィルムシミュレーションやトーンカーブ、サイドとかの調整を組み合わせることで可愛らしい色味を表現したり逆にノスタルジックな雰囲気のある色味にしたりっていう表現の振り幅がすごいです。結構他のカメラだと撮ってそのままの色味が微妙なのでカラーグレーディングっていう後から色を調整して綺麗にするっていう工程をするパターンが多いんですけど富士の場合はもうそれがほぼいらないです。私は明るさやホワイトバランスを若干いじることはあっても、まあ、基本的にそのままで十分動画を楽しんでいます。特に可愛い色味で撮るっていう点に関しては他のカメラメーカーと比べても個人的に一番だなっていう風に感じていてそういった色味の面でもカメラ任せで撮ったらいい感じに残るっていうのが大きな魅力だなと感じています。なので動画は興味あるけど写真みたいに綺麗な色の動画撮りたいなとか手軽に綺麗な動画撮ってみたいなっていう風に思っている方はこの XS20 すごくいいんじゃないのかなと思います。特に最近はどんどん動画の需要が高まっていて私も基本は写真メインの仕事なんですけど動画できますかって聞かれることがほとんどですし動画撮れるようになってから仕事の幅が広がったり、まあ、SNS 見てくれる人もすごく増えたのでこれからの時代やっぱり動画はすべきかなっていうふうに思ってるところもあるのでそういう意味ですごくぴったりなカメラだなと思っています。であと何よりもこのカメラがあるだけですごく動画撮るのが楽しくなりました。やっぱり楽しくないと何事も始められないし続けられないので、まあ、動画を始めてみたいなとかやらなきゃなっていう方はすごく、うん、いい選択肢になるかなと思います。で私動画撮らないですっていう人ほど使うと気持ちが変わるんじゃないかなって思ったりもしています。もちろん動画だけでなくって写真も変わらず綺麗に撮ることができるので写真を楽しみつつ動画にもチャレンジしたいしっかり楽しみたいっていう方にすごくおすすめなカメラだなと思っています。逆に写真しか撮らない動画は全く撮りませんっていう方はこのカメラはオーバースペックじゃないのかなって思っています。で XS10 がまだ売っていたら、まあ、そちらを勧めるんですけどもう販売がストップするっていうような話になっていると思うのでそうなるとすごく悩ましいなって個人的には思っています。XS10 がないっていう風になるともうこの XS20 が富士フイルムのカメラの中で最も安いカメラになります。なので動画は若干オーバースペックになりつつもこちらを買うか、まあ、少し予算を足してこの XT5 を買うかになってくるかと思います。 XT5 は XS20 よりも、まあ、ランクが上のカメラになるので例えば SD が2枚入るダブルスロットだったり防塵防滴機能があったりさらに4020万画素と高画素機になっているのでもっと本格的に写真を撮りたい方とかお仕事として写真にチャレンジしたいなっていう方はこちらを選んだ方がいいかと思います。逆に趣味として楽しむのであればこの XS20 もすごく候補にいいなと思うのでこちらでもいいかなと思います。ね、あとはすでに他のカメラを使っているけれど、まあ、動画も撮れるサブカメラも欲しいっていう方はこの XS20 すごくおすすめです。これだけ小型で、まあ、写真も動画もあまり細かいこと考えずに素敵に撮れるカメラってそうそうないと思うのでいい選択肢になると思います。個人的には実際にこの XS20 を使ってみて価格が高いなとはあまり感じませんでした。まあ、スペックや性能のことを考えると妥当な金額だなとは思うんですけど、まあ、本当に声を大にして言いたいのはもう少し動画性能をそぎ落としてでも初心者の方が買いやすい価格のカメラを作ってほしかった、もしくは XS10 を残してほしかったなっていうふうに思っています。やっぱり値段的に初めてカメラを買う方とか、まあ、趣味でカメラを楽しむ方がちょっと手に取りにくい値段になってしまう
しまったなっていうのがちょっと残念なんですけれども、まあ、すでにまあいろんな方がこの点は富士フイルムさんにお伝えしていると思うので、いつかその新しいものが何か叶えばいいかなと思います。このカメラはこのカメラとしてすごく私はいいと思っています。で最後にこの XS10 で撮った写真を紹介しているので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。でこのカメラで撮影した動画は YouTube ショートやリールにもいくつか載せていて、それも概要欄にリンクを貼っているので、ぜひ見てもらえたら嬉しいです。撮った動画とか、まあ、写真とかの感想などコメントいただけるととても励みになります。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。